はるまこちゃんロゴセルブレ。今日は豪華ですよ。今日はこちらです。ドン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 。ということで今日はこちら、はい、今日はこちらの骨をな、あれ同じ方が、あ、よかった、違う今日はホネホネザウルスとモンハンがコラボしたということで、こちらを3箱買ってまいりました。こんな感じでホネホネザウルスモンスターハンターアナザーカラーエディションということでね、こちら玩具1個入り、スペシャルパーツを全部集めて秘密のホネホネザウルスを完成させようってことは、スペシャルパーツが入ってるのかな、1個に。スペシャルパーツつけて書いてある。レオレンシュ、アシュ、希少種が良かったな。ジオン、アシュ、あ、全部アシュ、あ、クシャルダオラ、ダオラっていうんだ。僕ね、モンハンそんな知らないんですよ。レオレウスとジオンが知ってるんですけど、ここら辺が知らないんですけど、まあ一応ディアレックス、アシュを買いました。この3つを今日は組み立てていきます。まずはこれ組み立てますか。1番のリオレーシュ、あ、リオレーシュじゃねえ、ダルビッシュみたい。リオレーシュ、アス、アシュ、アシュ、こんな感じです。おお、いい。それで渡しますと、おお、ミニプラみたいな、ちょっとしたプラモデル。ああ、もうその時にはハサミを使おう。直近直近、あ、俺ハサミの使い方下手だ。はい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 、よし、お光お様です。よし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 、あ、なんかくしゃくしゃになっちゃってるよ。こんな感じで、まあこれがスペシャルパーツかな、うん、多分そうだと思う。スペシャルパーツ集めるとキリンアシュっていうのができるんだ。へえ、そんなんいるんだ。いるの？知らない。リオレウス、リオレウスアッシュということで、紺色のパーツはスペシャルパーツだよ。あ、これね。はいはいはい。じゃ早速組み立てよう。まず顔を作る。はい、頭完成。ちょっとバリが多いけど急いでるんでな。ちょっと多めに見。すげえ、顎が上下する。面白い。首をつけたら、次は胴体。パチッ、はい、腕つきました。羽だね、でっけえ、かっけえ。はい、羽がつきました。そしたら首をつけますか。よいしょ、硬い。ちょっとここは硬めですね。痛い痛い、あー、痛い。はい、ね、痛い痛い言ってたけど、ここの首の問題だって逆でしたね。でね、今気づきました。ガム紹介しなかった、めっちゃ。おー、作って、はい、でき、イエーイ、足できた。はい、尻尾も組んでいって、おっとっと、上もはめ込んで、あれ、これが逆か、こうかな。それではめ込む。あれ、これってはまる、あ、はまった、いいね、はい、できました。で、このスペシャルパーツは別にこれ装備できるってわけでもない。じゃあちょっとここに保管しておきましょう。あと2つで集まるからね。で、今日はやっぱこれ1つで終わりたいと思います。ちょっと撮影時間もなくなっちゃったんで、1時間ぐらいかかってるんで、こんな感じですね。すげえかっこいい。首が取れます。いいですね、このギミック。よくね、まあ、こんな感じでね。おー、もう首すごいね。首とかね、体勢整えれば、まあ、かっこよく仕上がるんじゃないかな。うん、いいね。ということで今日はですね、ホネホネザウルスとモンスターハンターコラボのアナザーカラーエディションの1番
料理バス亜種を紹介しました。噛んじゃう。あれも結構かっこいいし、青いアナザーカラーっていう感じでね、すげえ。くすぐられました。すごいいいね。これね300円ぐらいしたんで、まあこれ4種類のなんで3種類買ってきたのって話ですけど、まあいいや。ということで次回はこちらの2番のジンオウガアシュを紹介したいと思っているので楽しみにしててね。それじゃバイバイ。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6歳で僕は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。